はい、皆さんおいっす。ザクさん使いのアタックでーす。今回も、固定の方の、動画となります。さて、今回も組んだのは、前回に引き続き、Qちゃんとなります。さあ、一応ちょっと、動画の方なんですけど、今多分ドレッドノートイーター、多分解禁されてると思いますが、この時はちょっと、まだドレの解禁前ということなんで、ご了承ください。まあ、そうですね、ちょっとドレの、まあ、ここで今ドレの感想を言うのもあれなんですけど、ドレの、まあ、使ってみたとか、対戦の方やってみた感じですけど、まあ何か足りねえなっていうのはありましたね。まあそちらに関しましてはまた後日シャッフルとか上げていきますんで、よろしくお願いします。さて、さあ、そうこうしてる間にサザビーが落ちて、まあこっちもまあ折り返しっちゃ折り返しなんだよなっていう感じですか。さあ、まあ自分覚醒してサザビー、バーティカル覚醒。さあ、N サブでなくて、前角からの、さあ、シナンジュサイン覚醒したけど、まあ、なんとかなるだろうって感じで。さあ、行きますが、さあ、なんか知らねえけど、Qちゃんが自爆してる。さあ、そこに対して、もう自分はプレッシャーさせて。さあ、なんか補正かかったから安くなったかっていう感じですが。さあ、前角からの、まあ自分も自爆しちゃえと思ったら、シナジュサインに撃たれて、じゃあもう一回行くかって感じですが。さあ、そうこうしないで、横特殊当たってメインで落とされて。さあ、これで完全折り返し。しかし、サザビーがもう、もうボコボコにされてて、さあ、シナジュサイン覚醒して、さあ、N 角からの安、まあ安くなって、けどまあしょいいかって感じですが、さあシナジュさんに多分これに逃げるでしょうって感じで、さあ覚醒して、まあオラ4逃がすなよって感じですが、まあ前角刺してあれですが、サダビーが覚醒してそこのとこで端の方に逃げたんで、自分が横サブ刺して終了といった感じですね。じゃあ続いての試合に行きましょう。あ、うん、まあ前回も引き続きタックネームは変わってますんで、ご了承ください。じゃあ続いての試合いきましょう。さあ続いての試合、ルプスビダールですね。まあ、見る、よく見る組み合わせだな、その格闘機内の。そのトップ上位陣でいくと、ルプスも、トップの方にいますし、ビダールは、まあ、謎の、まあなっていう感じですか。さあ、まあ、ビダール前に出るでしょう。さあ、横得から、まあ、メインで、あれですが。さあ、ダインスレイブ。あの当たり方すんのっていう感じですが。さあ、突っ込んできたけど、さあ、横角に差し込ん、横得に横角相打ちなんだね、って感じですが。さあ、ビダールが、さあ、Qちゃんがビダールボコボコにして、思ったけど、刺されて、さあ、前角を入れてく。ビダール、結構、エクバ2でも戦ってたんで、あれなんですけど、エクバ2の時って、結構 N、中盤になった瞬間に N 直すっげー刺されるやつ いたんで、あれだったんですけど。さあ、ちなみに、今やってるコンボ、前角から、N 角出し切り、前角、比較射撃発生だけで350飛びます。こいつ比較性だけど。さあ、ま、N 角刺して、さあ、そうこうしてる間に、Qちゃんがボコボコしてるっていう。さあ、ファイティングに、まあ、逃げながらって感じですが。危ねえって感じ。さあ、掴んで N 角からの出し切り。さあ、掴んでまた N、まあ、N 角ですね。掴めなかったんで。さあ、掴んで、さあ、最後はハマー様万歳ということで、ビダールは当たり前ですが落ちます。まあ、あの耐久のゲージだったら落ちるなって。そんな感じですね。じゃあ、続いての試合に行きましょう。ちなみに、この試合、まあ、前回とこの試合が自爆したかなって感じですか。
さあ、続いての試合ですが、ビギナギナ、ウィングゼロって感じですね。まあ、ビギナギナも結構評価上がってるんで、なんか上位陣、まあ、2号上位陣の中だと結構いってる方ですね。で、相変わらず、まあ、次はトップクラスの、ウィングゼロ。まあ、ウィングゼロ本当に、テレビゼロ、本当に弱いっていう時代って言ったらもう黒部だけなんだけど、まあ黒部じゃなくても、黒部でも十分強いか弱いかったら弱くない方だったから、あれだったんですけど。まあそう考えるとテレビゼロが一番、そのバーサシリーズの基準作ってんじゃねえのかなっていうのは、自分でも思いますね。さあ、掴んで、N 角からの出し切り。さあ、ちなみにこれバウンドダウンなんで、ウィングゼロ、強制、どうしようもないです。さあ、N 角刺して、さあ、N 角からの、まあ、強制バランス、うわ、強制バウンドダウン。強制じゃねえな。さあ、まあ、これで落ちて、まあ自分落ちたんで、あれですけど、さあ、Qちゃん覚醒して、ビギナギナ2ってか、ウィングゼロにちょっかいかけて感じてください。さあ、ウィングゼロがこっち近づいてきたんで逃げて、で、逃げようと思ったら、バーンズタイが突撃してきて、あれ強いよな、ビギナギナ2の。という感じですね。さて、ビギナギナ2が近づいてんで、まあ、強化状態になっても、まあ、あんまり近寄れないってか、まだ Q ちゃん落ちないっていうのもあんで、あれですけど。さあ、ハイドポンプ差し込もうとして、さあ、自爆、Q ちゃんやろうと思ったけど、丸だって。さあ、そしてこれが痛い。さあ、相手はまだ折り返、まあ、3000、ウィングゼロ落ちて折り返し状態かなっていう感じですか。さあ、まだ覚醒たま、まあ、覚醒で突っ込んでって、さあ、クロス覚醒からのビギナギナ2が、あれですが、さあ、自分はじゃあ、ウィングゼロボコボコにしちゃえって感じで、N 角からの、前角から、覚醒技。さあ、こっから、まあ、ウィングゼロは、任せて、まあ、自分はビギナギナ2って感じですが、さあ、いてーって感じで、さあ、残り耐久やばいんで、まあ、下がるって感じですが、まあ、あとはビギナギダ2の、一発気をつけながらって感じですが、さあ、ちょっと危ねえって感じで、行ったところに、自分が横サバ出して終了。といった感じですね。というわけで、今回の実況以上となります。チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。それでは次回お会いしましょう。